こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックから、先月2月ぐらいでしたかね、3月でしたかね、はい、ちょっと前にね発売になりましたウィルソンコンバットキャリーコンプ、こちらをご紹介したいと思います。予約でね購入させていただきました。で、随分ね我が家の その新しく来た銃の棚に積まれていたんですけれども、ちょっと他の銃とのね順番との兼ね合いでね、1ヶ月以上遅くなっちゃいましたかね。かわいそうなことをしました。もうね撃ってみたくて撃ってみたくてしょうがなかったんですけれどもね、はい、やっと撃てました。はい、家族の評判もいいです。コンパクトサイズのねフレームですよね。で、握りやすいし、でなおかつねこんなとこにねちょこっと可愛いコンプもついてると。あとこのサイトですね、はい、まあ、実際ね撃つとなるとね、最近ねうちの家族にも欲が出ましてね、いろんなサイトでねこうでああでもないこうでもないってやるんですけれどもね、どうでしょうこんな感じで狙いやすいんですけどね、なんかねここが中途半端にこれユーノッチ半円ポなんかノッチみたいな感じで失礼、なんかねもう一つだったなみたいな感じ。私はね、はい、だいたい当てるならいいんですけれども、かっちり当てたいってなるとね、はい、どうなんだろうっていうところがありましたけれども、楽しかったです。はい、今日後でグリップね片側だけちょっと交換してみようかなと思っています。いいグリップがね、持ってきましたんで、はい、リアサイトこんな感じですね。ウィルソンコンバット、うちにねウィルソンどんだけなんだって、今これモニタリングしてるモニターの向こう側にいきなりいましたね。07エディションなんかが見えますね。やっぱ好きですね私ウィルソンね、やっぱりね。はい、このマークって昔からありましたっけね、はい、国にはねこんな感じですね。キャリーコンプ、なんか筆記体だったらもっとよかったなって感じですね。もちろんパーティングラインとかは綺麗にね、消されています。トリガーが開けてね、あのセーフティー最初はね硬かったんですけどもね、今回試射だから何十回かやってるうちにもうかなりスムーズになってきました。最初はねちょっとやっぱり硬いですけれどもね、今も非常に軽くいけてます。はい、スライドのねガタ、まあさすがに買ったばっかりですからそんなにないんですけど、もうすでにクイックイッと動くぐらいにはなってますね。はい、気のせいかマガジンキャッチボタンの背のが高いような気がしております。ウィルソンの標準でしたっけ。で見てください、この私の手で、ね、こう余っちゃうぐらいの可愛らしさね。セーフティーはもちろんライブです。でこのちょっと短いねメインスプリングハウジングもねこういう感じでストレートですから握りやすいと。でシュッと出すとマガジンも、まあ、さほど汚くはないかな。この奥どうでしょう、削れてるかな、ちゃんと切削痕がありますかね。あ、ありますね、綺麗にね、ここの部分、この銀色になってる部分、この部分にね時々 BB が引っかかったりしてたんですよね。その辺だから今は追加工した状態で出荷されてるということです。チャンバー上の刻印はこんな感じですね。ウィルソン45オートマティックコルトピストル、いいですね、これはいいな。はい、スライドを引くとこんな感じですね。ドギャンとねね、短いくせにね頑張ってる感がありますよねコーンバレルね、いいですね、これは樹脂だな。はいね、それとリコイルスプリングガイドにょいっと、こいつもねいい感じで出てますね。コンプが本当にいいでしょ、取ってつけたって感じで、すごく私好きですよこれ。あ、面白いインナーバレルとの関係のところ、ここなんか面白い出方してますね。ね、はい、はい、ね、ということで、まずは重量でも測りましょうか。サクサクとマガジンを入れて BB 入れない状態で 900g もありますだもん、ずっしりくるはずですよ。このね、かわいい握り心地で 900g っていうのはねすごくね付加価値高いですね、私の中ではですね。はい、それからトリガープルですね。
何度もね申し上げますけど、うちの奥さんなんかはね、あのウェストアームズのカバー大好きですから。71回目はね、もう一回ゆっくりと慎重にやってみましょう。67、この辺まで落ちますね。はい、いつも通りウェストアームズのガバの木ね、あのトリガーのハンマーの打ち具合とかトリガーの木ではこんな感じです。これぐらい今回は遊びが設定されていて、パチッと、まあ切れはいいですね。ね、はい、もう今時そんなハンマーがこううまく切れなくて、なんていうんですか、あの銃がブレるなんてのはもうほとんどないのかな、どこのメーカーさんもね。BB はね、今回ちょっとねローダーで入れさせていただきます。よいしょ、ちょっとじゃあせっかく落としましたからね、手ごめでうまく入らないな。はい、入りました。ここがね、うまく私爪引っかからないんですよ、ね、やばいっすね、もうね。ジャキンコン。さあ、所属はまあウエストアームズの場合はいつも通りだと思いますけれどもね。はい、じゃあ一発目コン 0.55 ジュール、まあこんなもんですよね、いつもね。0.53 ジュール、3発目 0.53 ジュールということで、はい、私にとっては理想的ななんかパワーだな、 0.5 ジュールぐらい、そのぐらいでいいですよね。はい、後から打ちします。今室温がですね、この部屋結構今日花冷えで18度ぐらいしかないんですけれども、それでもね、はい、結構軽快に動きますよね。今空打ち分も合わせてね、マガジンの温度結構ひんやりしてるんで、あ、それでももう 21.8 度ある時期になりましたね。 21.8 度でこのぐらいですから、もうこれ夏場のね25度ね、あるいは30度なんかになるとね、もっとねパン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 って動くんじゃないかななんてね、はい、期待しちゃいますね。はい、じゃあ試写結果に行く前にね、パッケージをちょっと見ていただきましょう。パッケージはね、いつものこの箱で、このシールと感じですね。キャリーコンプ。中にはね、このチャチーマズルキャップと BB と、これがね、警告がね、はい、トリガーガードに入ってくると。これを毎回取るのがね、結構ウエストアームズの製品の場合は、私の場合、そこそこ楽しみになってますね。でそれからね、お知らせで限定品ですというね、このチラシというかパンフとね、とハガキと、とこれと、ね、警告と。で、マニュアルはね、2016年4月時点でのガバのマニュアルが来ています。この辺って、もうご紹介したんでしたっけ？結構ウエストアームズの製品もコンスタントに新製品ご紹介してるはずなんで、もうすでにご紹介しただろうなと思ってますけれども、ん？ここちょっと気になるなってとこがあったな。ん？なんかしてないかもしれないって感じ。まあ、してきた。ね。はい。こんな感じですね。はい。それとね、最近つくようになってきたこの重要っていうね、この部分ですね。結構基本ですよね。おそらくこれでガス入りませんとかっていうクレームがいっぱい、クレームっていうかね、問い合わせがいっぱい来るんで、まあ、こんな感じにしてるのかなってところも、想像したりしちゃってます。それでは試写結果見ていただきましょう。まあ打ちやすいから成績もねそこそこいいですよ。はい、見てください。奥さんやっぱりね好きだというだけあった、パパパパパってこんなちっちゃくまとめてきました。私も結構頑張ったと思いますけれどもね。せがれはまあこんなもんという、彼には小さすぎるのかな、銃のねフレームの部分が 7.5 になってもここまでぐらいはこう結構、さっき言ったのサイトのね見やすさっていうところと、逆にそのもうちょっと細かく合わせたいっていう時に、あの U ノッチか半円ノッチがね結構裏目に出たかなって感じですね。それにしてもまあ5メートルぐらいになると2人とも片手でもやっぱりそこそこ当てられるっていうのはやっぱりこの握り心地のね良さですよね。
で重さは 900g ありますからね、かみさんなんかちょっと不利かもしれないですね。見てください、左もう任せてくださいですよ。はい、それから 7.5 メートルかな。これでもね結構グッと当てましたけれどもね、はい、いい感じですよ。平均が 26.5 っていうのはですね、我が家では名獣以上ですから、超名獣になってますね。はい、やっぱりね、あの同じ、はい、ウェスタームズの製品の中でもですね、これは良かったということになります。ところがどっこいですね、5メートルの集団が意外や散ってるんですよ、ね、これがこれなんかウェスタームズの旧大店ですよね、なのにみたいなところがあるんですけれども、このあたりやっぱりそのなんていうんですかね、自分で思ってるほど同じところには行ってなかったということなんですよね。はい、まあ、それでもね、トータルのスコアで見たときには、まあ、我が家の中ではありますけれどもかなり良かったということが一つ言えます。はい、じゃあね、期待通りで良かったですよ。まだ未紹介のやつが一丁ウエスタームズのいるんですけども、ちょっとやっぱりさすがにこれだけある程度当たるのが当たり前になってしまうと、こっちもね期待しちゃいますよね。あ、グリップもね独特の握り触り心地なんで、ちょっとこれでも加水分解しないかなって気がするんだよな。おいしょ、結構しっかりね、締めてくれていますね。昔はねこの銃あのグリップのねあのスクリューを止めるここの部分が非常に柔だったんでね、そんなに頻繁に付け替えはできなかったんですけども、最近その心配はなくなりましたね。はい、メタルグリップですね。メタルグリップのここにね、おそらくこれこう、あ、でもメタルのままなのかな、ここがなんか樹脂コーティングされてるような気がして、この部分がね加水分解対象になってるかもしれない。やっぱメタルグリップが随分重さ稼いでくれてたんですね。じゃあここにね、はい、このね、こちら側だけパンドラアームズさんのやつ使うかどうかやってみましょう。わ、ついた、かっこいい。この姿ね、片方だけにさせてください。なぜかっていうとね、アンビセーフティ用のねパンドラアームズさんのいいんですけど、これほらあとほんのちょっとってところまで削ってくれてあるんですよ。だからここピュッとカットすればね、彫刻刀かなんかで、まあリューター持ってるからビュンと削っちゃえば、はい、すぐにアンビ用になるっていうところが優れものですね。そしてこの色、私の超好みの色ですね。たまらないですね。これ握って遊んでて少しずつこうなんかツヤツヤしてきたら、もう飾り物にしちゃおうかなということで、どうでしょう、 このね、はい、ちょっとタクティカルなね、武骨な感じのキャリーコンプがどうでしょう、グッと色気を増したと思いませんかみたいな。いや、いいな、やっぱり握り心地も柔らかいな。メタルグリップでね重さ稼ぐのももちろんいいですしね、滑らないようにね、今回本当特殊な加工、このグリップされ特殊な加工っていうか、いい加工されてますけれども、キクリでしょうということです。はい、ということで、今回はウエスタンアームズの、はい、最近出たね、一応新製品の部類に入りますでしょう。ウィルソンコンバット、キャリーコンプ、それにパンドラアームズのね、グリップをつけてみました。ではまた。